スターテン・ヘネラールとは、オランダの議会。二つの議員からなるが、政治的に優先されるのは直接選挙で選出される、第二院である。第一院は、各州の議会の議員による、間接選挙で選ばれる。スターテン・ヘネラールの議事堂は、デンハーグのビネンホフに置かれている。ビネンホフ両院がこの場で開かれる。中央に見える小塔は、首相府。スターテン・ヘネラールは、議会年度の当初日である9月の第3火曜日の皇太子の日に合同会議を開き、国王が演説を読み上げる。また、王族の婚姻についての採決、国王の戴冠、王族の皇居の際には、両院が合同会議を開く。これらの合同会議においては、第一院の議長が進行役を務める。またこれらの会議は、アムステルダムの新教会で開かれる場合を除いて、ビネンホフの騎士の館で開かれる。合同会議が開かれない時には、各院は、それぞれ独自に会議を開いている。憲法の規定では、法案の作成と修正を除く議会のすべての、権能は両院に与えられている。しかし実際には、第二院が、議会全体の権能を有しているといえ、第一院は1週間に1度しか開かれていない。合同会議では、王位後継者が不在で摂政が権限を行使することができない場合には、新たな国王を任命することになる。オランダの政治制度では、内閣と議会との関係が二元的であるべきか、あるいは一元的であるべきかという大きな問題が存在する。すなわち、閣僚と与党の指導者が重要な政治決定を用意。するべきかというものである。二元論の立場からすると、与党議員は、内閣とは、独立して行動するべきであることになる。これに対して一元論とは、政治的安定をもたらすため連立を組む政権の、閣僚が重要な決定を行うべきであるという、立場を示すのに使われる用語である。歴史的に見ると、スターテン・ヘネラールは15世紀半ば、当時のブルゴーニュ公国の支配の下で、諸州の議会の代表者で構成された、会議体として招集されていた。最初の会議は1464年1月9日、ブルゴーニュ公フィリップ3世の命により、フランデレンのブルッヘで開かれた。その後、会議は、ブラバント公国の支配下にあった、ブリュッセルのクーデンベルクで、定期的に開かれるようになる。1581年に、スペイン王フェリペ2世の統治権に対して否認する宣言が出され、また、ネーデルラント北部がスペインの支配を脱すると、スターテン・ヘネラールは国王に代わって最高権力機関となり、ネーデルラント北部諸州の地方議会とともに中央統治機関となった。スターテン・ヘネラールの議員はこの頃になると、ホラント州のデンハーグに集まるようになるが、その議員というのは7つの州議会が、ネーデルラント連邦共和国の統治のために選出したものであった。スターテン・ヘネラールでは、州として票を投じる採決がなされていたが、この時の各州の持ち票は1票であったが、この制度が定着するようになっていったのは1593年。以降のことであった。なお、ネーデルラント連邦共和国領の 20% の部分では、州議会に相当する機関が設置されておらず、そのためこれらの地域は、連邦直轄領となっており、スターテン・ヘネラールでの投票権を有していなかった。またオランダ東インド会社、オランダ西インド会社も、連邦の支配下に置かれており、ニューヨークのスタテンアイランドや、オランダ人のヤコブ・ルメールが発見したアルゼンチンのエスタドス島はスターテン・ヘネラール・スタチン・ジェノラルにちなんで名付けられたものである。なお南ネーデルラントは独自のスターテン・ヘネラールをブリュッセルに置いていた。デンハーグとブリュッセルのスターテン・ヘネラールは1795年に廃止されることになる。この年、南ネーデルラントはフランスに併合され、他方で、ネーデルラント連邦共和国は、バタビア共和国の樹立宣言を受けて崩壊し、その後の1796年3月1日に、国民議会が召集された。しかしながら、スタチン・ジェノラルの名称はその後のオランダの議会の名称として使用が続けられることになり、ナポレオンの支配が終焉する1815年に、スタチン・ジェノラルは再び召集された。ありがとうございます。